はい、こんにちは。今回はこちらのクリスマス限定オリパを開けていきます。こちらはクリスマスだけの、オリパで、一応、ね、スーパーレアよりリアリティの高い、だからビクトリーかマスターカードか、レジェンドレアかダブルビクトリーが入ってる、確定している、500円オリパです。はい、それが確定している500円ということで、まあビクトリーとかでもね、あの安いビクトリーとかあって、あんまり強くないけどなんでビクトリーになったみたいなやつとか、昔強かったけど今そんな強くないみたいなやつも多いんですけど、まあいい感じのが当たるといいと思います。まあモルネコは出たんですけど、はい、あ、そう、あ、スーパーレア以上じゃない、より大なんですけど、一応昔の、スーパーレアより大がなかった頃、ビクトリーとかがなかった頃のやつは、強いスーパーレアが、その頃の時代のスーパーレアは一応当たり枠に入ってました。なので、ラストストームとかは多分入ってますね。ラストストーム個人的にちょっと欲しい。てか、なんか昔憧れて、そこからドエム始めた感じがあるんで、はい、こちら欲しいですって生きてるのめんどくさいんで、はい、開けていきましょう。さあ、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 よし。さあ、どうでしょうか。こっちが多分1枚なんですね。多分、なんか、じゃあこっちから。開けていきましょう。さあ。さあ、これ2枚かな ?2 枚か。いきます。せーの。あーえー、そっち向きかい。せーの。てれーん。お、お、あ、ちょっと待って。カーネル、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 カーネル。よくね、これ結構強いよ。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時に相手のクリーチャーを1体選び、次のターンの始めまでそのクリーチャー攻撃もブロックもできる。これ結構いい。結構いいし、ブロッカーついて、シールドトリガーっていう。しかもモードチェンジ。え、これ良くない?結構いいよ。結構いい。値段つくかどうかわからないけど、普通に強い。結構、僕、5枚くらい持ってますけど、デッキに入れたことあります。あ、ワイルドスピード。ワイルドスピード。なんか映画の題名っぽいやつですけど。はい、こちらは、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時に自分の山札の上から2枚を見て、コスト6以下の進化でないクリーチャーを一体バトルゾーンに出しておいた。はい、そういう効果ですね。まあ、D2W っていうことで、D2 フィールド系のクリーチャーなんで、D2 フィールドがバトルゾーンにあったら、自分のクリーチャーすべて、種族にソニックコマンドを追加するっていう、そういう効果があります。はい。で、これが問題なんだよ。多分これが、そのスーパーレア以上のやつなんだけど、さあ、どうでしょうか。いきます。500円オリパラね。多分こことここで合わせて200円、超えぐらいの。あのやつがあるんで、とりあえず300円以上の価値があったら元は取れる。てか元を取れることばっか考えずに、まず使えるカードが欲しい。で、個人的にこの間モルネック出たんで、またモルネックが欲しいか、ガイネクスとか、そういう感じの、流海系のカードか、まあ、それか、ニコルボーラスとかは欲しいけど、あんま、それは来そうにないんですよね。はい。まあ、だらだら言ってるのもあれなんで、行きましょう。3。2、1、てれーん、ちょっと待って、DG、あ、DG、あ、これ、おぉ、やばい、これは輝きがすごいな。めっちゃいいやん、これ。おぉ、DG ね、はい、一応新しい段の、なんじゃ、いいやつ。レアカードです。あ、でもこれはあれ、え ?DG やけどさ、これ、スーパーレア以上って言える?まあいいか。そうか。はい。というわけで、こちらが出ましたね。はい。まあ、これ300円ぐらいだと思うんで、まあ、一応ね、一応まあこれは、元は取れてます。多分。はい。というわけで、クリスマス限定のオリパーそろそろ売られ出すと思うんで、皆さんぜひ買ってみてください。また次回お会いしましょう。バイバイ。